こんにちは。7月2日金曜日、豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日午前11時から生放送でお送りしている豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。またご覧の時間帯で再放送をお届けしています。まずは豊島区からのお知らせです。政府よりまん延防止等重点措置が東京都に発令されました。豊島区は東京都の方針を踏まえつつ、原則すべての区立施設は感染拡大防止対策を徹底した上で開館いたします。区民の皆様には引き続き感染拡大防止対策へのご理解ご協力をお願いします。豊島区の対応につきましてはホームページをご確認ください。続いて新型コロナウイルスワクチン接種についてです。接種当日はこちらの3つを会場にお持ちください。1つ目、新型コロナウイルスワクチン接種クーポン券、シールは剥がさずそのままお持ちください。2つ目、予診票、こちらにはあらかじめ質問事項、お名前、ご住所などを記入しておいてください。3つ目、本人確認書類、健康保険証や運転免許証などです。以上の3つをお持ちください。また接種は肩にいたしますので、肩を出しやすい服装でお越しください。ご都合が悪くなった場合は必ずキャンセルの連絡をお願いします。個別接種は接種の予約をした医療機関へ、集団接種・巡回接種は豊島区新型コロナワクチンコールセンター0120-567-153 へ。貴重なワクチンを有効活用できるようご協力をお願いいたします。64歳以下の方へワクチンの予約を開始します。6月21日から40歳から64歳の優先接種者の方、6月28日から16歳から39歳の優先接種者、60歳から64歳の方、7月5日から40歳から59歳の方、7月19日から16歳から39歳の方、優先接種者の範囲はお送りするクーポン券またはホームページをご確認ください。65歳以上の方のワクチン接種予約を地域のコミュニティソーシャルワーカーがお手伝いします。コミュニティソーシャルワーカーが電話相談や自宅訪問などにより、65歳以上の一人暮らしの方や外出が難しい方などのワクチン接種予約のお手伝い、予約方法の説明や代理での予約、問診票の記入サポートなどを行います。お手伝いを希望される方へ円滑な支援を行うために、まずはお住まいの地域のコミュニティソーシャルワーカーへ電話でご相談ください。それでは番組スタートです。昨今食品ロスについて日本でも多く取り上げられていますが、豊島区でも食品ロスに対する取り組みが行われているそうです。今回はその内容についてお話を伺っていきます。キーワードはフードシェアリングサービスです。それではゲストをご紹介します。まずは1人目の方です。豊島区環境清掃部ごみ減量推進課、副島和也さんです。副島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、今日の話題が食品ロスということで、はい、区民の皆さんも最近よく耳にされていると思うんですが、この食品ロス、改めてどんなものか教えてください。はい、まだ食べることができる食品が、捨てられてしまうことを、食品ロスと言います。日本では年間約600万トンの食品ロスが発生しておりまして、国民1人当たりに換算しますと毎日ご飯茶碗1杯分の食品が、捨てられているということになります。食品ロスの削減は現在区が取り組んでいる SDGs においても重要な柱となっておりまして、目標10に作る責任、使う責任の中に食品ロスを削減していくことがターゲットとして掲げられております。豊島区として食品ロスを削減していくことをすごく大切にしているということですよね。はい、具体的に豊島区でだいたい1日にどれぐらいの食品ロスが生まれているんですか？はい、換算しますと1日あたり37トンの
食品が廃棄されているという計算になります。こうどれぐらいなのか想像もつかない量ですが、かなり大きな区の課題ですよね。そうですね、はい、具体的にはこの食品ロスに対する対策どのようなことをしているんですか。はい、大きく4点ございます。はい、1点目は区民の皆様への普及啓発ということで、昨年こちらの食品ロス削減啓発用の冊子をリニューアルいたしました。削減のための3つのステップということで、買いすぎないポイント、整理整頓、それから保存のテクニックといったことについて掲載しております。こちら区のホームページのほか区の施設にも置いておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ぜひ皆さんご覧ください。はい、2点目はフードドライブでございます。こちらはご家庭で余っている食品を集めまして、必要とする方へお渡しする取り組みでございます。未開封で賞味期限が2ヶ月以上あるもの、それから常温で保管できるものなどが条件となっております。こちらは豊島清掃事務所、それから本庁舎の環境政策課、それから東西の区民事務所で受け付けております。はい、3点目は食べきり協力店で、こちらは小盛りメニューを導入するなど、食べ残しを減らす取り組みを実践している飲食店を、登録して取り組みの輪を広げていくというものでございます。うん、私たちが外で食事をするときにこの食べきり協力店を選んで食事するのも一つの、お手伝いになりますよね。そうですね、はい、ロス削減に貢献いただくという形になります。はい、はい、で最後4点目がフードシェアリングサービスの活用ということで、こちらを今新たな取り組みということで進めているというところでございます。はい、さ、豊島区でも様々な対策が行われているということですが、この今回のテーマ、今お話にもあったフードシェアリングサービスということですが、このフードシェアリングサービスどんなものなんですか。はい、こちらまだ美味しく安全に食べられるのに、店頭では売り切るのが難しい食品、これをお得に購入できるサービスのことでございます。飲食店等から出るそのままでは廃棄されてしまうような食品と消費者をマッチングすることによって、食品廃棄の削減につなげていくという取り組みのことを指します。豊島区ではフードシェアリングサービス食べてを運営する株式会社コークッキングと食品ロス削減に向けた連携協定を本年3月に締結したというところでございます。この協定どんな狙いがあって締結したんでしょうか。はい、どうやってロスを削減すればいいかと悩んでいる飲食店の皆様、それからロス削減に貢献したいんだけれどもどうすれば貢献できるかというふうに思ってらっしゃる区民の皆様に、具体的な方法を紹介したいということを考えまして、この協定によってですね、その区内の食品ロス削減の輪を広げていきたいという思いから今回の協定の締結に至ったものでございます。なるほど。この食べてはどのようなサービスですか。はい、こちらの内容につきましてはですね、本日、株式会社コークッキングの、川越様にお越しをいただいておりますので、詳しくご説明をいただきたいというふうに思います。はい、わかりました。副島さん、ありがとうございました。さて、今日の番組は豊島区の食品ロス削減についてお送りしています。ここからはゲストが変わります。もう一方のゲストの方に登場していただいて、フードシェアリングサービス食べてについてじっくりお話を伺っていこうと思います。お待たせしました。株式会社コークッキング代表取締役社長川越一馬さんです。川越さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、早速ではありますが、この食べてどんなものか教えてください。そうですね、中食外食と言われる、惣菜屋さんとかお弁当屋さん、もしくは飲食店の方ですね、そういったところの余ってしまったもの、余りそうなもの、これを一般ユーザーさんにレスキューしてもらうという、そういうマッチングのプラットフォームとして、運営をしています。これについてはユーザーさんに関しては一品ごとにレスキューができるというところで、非常にお得感だったりとか、環境配慮しているところへの自分の意識の気持ちいい消費というかですね、というところにつながったり、あとお店さんにとっては実際にロスになるものをですね、利益に変えることができるというところで、経済的なメリットの部分もあるので、このあたりをうまく使っていただいて、食品ロス削減を推進していこうという、そういうプラットフォームになっています。うん、
なるほど。大体どれぐらいの方が利用しているんですか？そうですね、今会員登録が42万人いらっしゃいます。で、お店の方はまだ1550店舗ぐらいというところなので、まだまだこれからユーザー数も店舗数も増やしていかなければいけない。特にあの店舗さんに関してはまだまだ少ない状態かなというふうには思ってます。たくさんの利用者の方がお店が増えるのを待ってそうですよね。そうですね。具体的にアプリを見ながら操作について教えていただこうと思います。はい、ですね、アプリの方は今映ってますかね。はい、はい、実際にこうアプリを開くと店舗一覧がこう出てくるんですね。で、こういう形でこう自分のこれ位置情報をオンにしておくと近い順に、店舗さんが近い順に出てきます、で、位置情報をオンにしてなくてもですね、こうやってこう地図から出品されているお店っていうところをこう調べて、ちょっとこれ新宿になっちゃいますけど、ね、吉野川を探してそうですね、出せますし、あとはこのお店のページをこうタップしていただくとですね、現在こうレスキュー依頼というところが出てますけれども、例えばこのお店だとこうパンの詰め合わせセットというようなものですね、今日売れ残ってしまうと困ってしまうというものを出品されているということですよね。そうですね、なので、食べて の出品というところをなぜ行ったのかというところなんかも含めてですね、このような形で各お店出品理由をこう書いていただいていると、このピンク色のところですね。そうですね、なんでさまざまな理由でロスになってしまうというところの理由をしっかり理解した上で一般ユーザーさんの方もレスキューしていただくということで食品ロスに対する理解がより進むんじゃないかというふうには思っています。なんでこの内容で今日じゃあレスキュー行けそうだなというふうになればこのレスキューに向かうとボタンを押してですね、何時にゴロ取り行きます、何個買いますみたいなところの情報を入れていただくというそういう使い方になっています。一般的にお店と消費者を結ぶっていうとやはりこうお得っていうところをメインにした方がたくさん加入者さん増えるのかなって思ってしまうんですが、あえてそこもありつつそこではないこの出品理由気持ちっていうところも大事にされてるんですね。そうですね、やはりなぜ食品ロスが生まれてしまうのかというメカニズム自体を知らない生活者の方が非常に多い現状になってますので、まずはそこにいかに思いを寄せられるかっていうところが僕たちは非常に重要なことだと思いますし、そうすることによって買い方が少しずつ変わってくるんじゃないかなというふうに思ってますので、この食べてに出品した理由というところはサービススタートした当初から変わらずずっとこう残り続けている枠にはなってますね。お店側にとっても消費者側にとってもこの食品ロスを考える一つのきっかけになっているようです。さあ、この素敵なサービスどんなきっかけで生まれたんですか？そうですね、僕自身もともと大学在学中に和食の料理店で、調理の方で、修行してましたし、卒業してからも大手の飲食チェーン店で、今度は店舗運営の業務とかやってたんですが、いずれにせよこう毎日毎日やっぱり大量のロスになりそうなもの、これ食べ残しも含めてですけれども、ゴミ箱にたくさん僕は突っ込んできた、まさにその当事者であったんですね。これなんとかしなきゃなというふうに思っていて、このコークッキングという会社を立ち上げた後にですね、こう何かこうできないかと思ってた時にヨーロッパではすでにこのようなフードシェアのサービスというのがすでにありましたので、じゃあこれ日本でもやろうと、というかアジア版を作ろうというふうに思ってやり始めたというのがこの食べての立ち上がった経緯ですね。実際にその立ち上げて利用しているお店の方、お客様との交流もあると思いますが、どんな反響ありました？はい、そうですね、お店の方はやっぱり食べてに加盟したきっかけがあったからこそロスに対する目を向けるようになったとかですね、あとは捨てる労力っていうところとか心の負担の部分が従業員がかなり減ってとてもありがたいというようなお話をいただいたり、あとユーザーさん側はもちろんお得だったりっていうところもあるんですが、ちょっといいことしたと、世の中に対して自分ができることをまず小さなことからできたというところが非常にいいねというところで、SNS 等では書いていただいているケースが多いですね。実際に川越さんがその働いていて捨てられていたっていうのが辛かったっていうことですよね。そうですね、やはり何のために作ってんだろうっていうのがね、分からなくなっちゃいますし、やっぱり捨てるために作ってるわけではないので、そうなるとこれ本当に
も無駄だしもったいないし、うん、どうまあちょっとなんかなんていうかこう難しいというか、うん、世の中としてこう経済合理性も求めると難しいのは分かるんですが、なんとかならんもんかなとはずっと思ってましたね、うん、実際そういった思いを持った上でいろんな反響を受けてどんなことを今お考えですか？そうですね、まさにやっぱり期待が非常に大きくなっているなというふうには思いますし、この取り組み実は本当にいろんな自治体の方とかからもおうちの町でもやりたいというご意見をたくさんいただくんですが、まあ、なかなかまだまだ広がりを持たせきれてないというところがあるので、もっとこのプロダクトには食品ロスを削減できる力があるというふうに思ってますので、まあ、広げていきたいなというふうには思ってます、ね、これからがすごく楽しみですよね、はい、このアプリへの期待についても教えてください。そうですね、まずは食品ロスっていうところにすごく興味関心を持っていただいた方で何か自分からできる小さなアクションはないかっていうところでその一歩目を後押しできるようなプロダクトとしてこれからもまだ磨きをかけていきたいというふうに思ってますし、まあ、そういった方々がですねこう家でのロス削減というところにもこ うまくつながっていって、まあ食べてでレスキューしてた方が家ではめちゃくちゃロス出してますみたいなことはおそらくないと思うので、家でのロス削減というところにも目を向ける一つのきっかけになればいいなというふうには思ってます、はい、確かにこう食べてで買ったものを家族で、ね、食べてたらそれぞれがもう買いすぎはやめようとか残すのはやめようっていう小さな一歩が増えそうですよね。そうですね、うん、分かりました。さあここまでは川越さんにアプリについてお話をいただきました。ここからは改めて副島さんにも入っていただこうと思います。実際に副島さんは食べてを利用されているということなので副島さん、はい、利用されてみての感想を教えてください。そうですね、はい、非常に便利だと思っております。まずアプリ上に食品がまあ出品されてから受け取りに行く時間というのを事前に設定できるという点ですね。例えばまあ午後に出品されたものをまあ、あらかじめ購入しておいて夕方に帰宅するときにまあ受け取りに行くということがまあできるという点が非常に便利だなと思っています。それからパンなんかは詰め合わせになっているんですけれども毎回中身が違いますので、今日は何が入っているんだろうという非常にそういうワクワク感が、ありますね、はい、そして購入することをレスキューすると、言っているところが非常にいいことかなというふうに思います。ロス削減に貢献しているということをまあ実感できてですね飲食店購入者双方ウィンウィンの関係になれるものだというふうに思います。私自身も今日はどんなものが出品されるんだろうかということで楽しみにしながら毎日まめにチェックをしているというところでございます、はいはい、私もアプリダウンロードしたのでこまめに見ようと思います。ぜひお願いします。楽しみにしています。さてまた明日から始まるイベントがあるということなのでそちらについても教えてください。はい、明日明後日の7月3日4日に、池袋マルイ、1階店舗にて、フードドライブを共同で、行います。ご覧いただく、受付可能な食品の条件ということでございますが、ご家庭でお歳暮など、もらったけれども好みに合わないとかですね、食べきれないといった食品がありましたら、ぜひお持ちいただきたいというふうに思います。当日は食品ロス削減に役立つ展示ですとか、それからお持ちいただいた方へのプレゼントも、用意しておりますので、ぜひお持ちいただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ぜひたくさんの方こちら明日明後日足を運びください。さてそれでは最後に見ている方へのメッセージ副島さんからお願いします。はい、まずはですね食べ物をまあ買いすぎないと、それから冷蔵庫や食品の棚をしっかり整理してロスを発生させないということをまあ心がけていただくということ、それでも余ってしまうものは、フードドライブを活用して食品を提供いただくなどしていただきたいと思います。で、食べてを活用して廃棄されてしまう食品をレスキューしていただいて、ロス削減に貢献していただきたいと思います。みんなで食品ロス削減の輪を広げていきましょう。はい、お二方ありがとうございました。豊島区環境清掃部ごみ減量推進課副島和也さんと株式会社コークッキング代表取締役社長川越一馬さんのお二人にお話しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひ皆さん食べてを活用して豊島区の食品ロス削減を頑張っていきましょう。それではまた明日番組ご覧ください。ご一緒にお願いします。さようなら。さようなら。